スナップオンのドライバー改造して作ってもらってるんですよ、農地面。え、やってるやってる。マジでマジで。今左の方。あ、ほんまやほんまや、すげえ。あ、ほんまやほんま。ほら。ほら、でかいんちゃう？あ、でかいな。そのまま耐えてください。ほら、でかい。取ったぞ。倒れ。でか。はい、帰っていきましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。ね、もう見てください。ほい。ほい。バチバチよ。これ無事にね、釣り上げることができたんですけど、あー楽しかったね。そうっすね。うん、これぐらい朝飯前ってことほんまに困った時はね、船長って。まあでもほんまの話、船ってな、一致団結してるから、うん、釣ってもらったやつも俺のもんなんでもちろん俺が釣ったやつもみんなのもんなんで、これ今からさばいてしゃぶしゃぶにしようと思うんで、これ今帰ってきてから第2話になってんのか、釣り中の動画とセットになってんのか、ちょっと編集しな分からへんねんけど、ってことで飲むか。そうっすね、ありがとうございます。すいません、これにチューハイいいんですか。ありがとうございます。疲れた体に避けて言うか。はい、じゃあシューズこれな。あ、ありがとうございます。すいません、これハイボールで。うっす、器用っすね。ということで、はい、今日はありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございます。ナイスフィッシュ。ありがとうございます。ナイスフィッシュです。マジですか。いや、全然減ってん。あー、びっくりした。俺結構いってんか思いました今。めっちゃちっちゃいね、一口もう恥ずかしいからやめて魚屋の釣り船ピッチピッチ TV、 あ、弾まるよ。さばいていく前にね、スーパーでクイズはい、M なしとは M サイズ。もう時間ないからパッとさばいていくで。もう今時間ね、9時20分回ってるんで、もうね、これお腹減って、もう普通の人が今からさばいたら夜中になっちゃう。なるっすね。これ今9時20分やけど、もう9時30分にしゃぶしゃぶになってるから。マジっすか。それが西だ。いや、もうなんか解説とかよりは、まあどんな感じの身になってるか、鬼締めってどんな感じか、うんうん、まあ見てもらおうかな。これ大事ですよね、うん、原点回帰だ。やっぱり今日ね、船長も鬼締めについて気になってることがいっぱいありそうな。あ、そう。はい、言ってた。船長って酒飲むんかな。飲みに来たよ。あ、いいっすね。行こうよ、鬼締めの話しようよ。ラップ引いたら楽なんで、あとあと作業がね。よっしゃ。めっちゃ強いですよね、この袋。これはね、いや、めっちゃじゃないな。ちょうどいいね。4ミリ。こっちなんで、6とか。ただ、無駄に分厚すぎたら作業やんにくいねんか。ああ、そうなんですね。納品するのに、団子結びするのとか、だるなってくるんだ。なるほど。分厚すぎたら。だから、これぐらいでやってる。ああ、いいっすね。輝きは？輝き、ビッカビカ。OK。はい。ビッカビカ。じゃあね、こう。からもうさーっといくよ。サワラはね、こうやってぬめりと鱗を取ります。まあね、サワラはね、こんな風にね、やってるとね、銀座渡りさんですね。わかった、はい、すごいですやっぱ鬼締め。こんなビカビカで持って帰らないですもんね、普通。そうやな、はい、みんなあのお腹のとこだけ白くて、あと真っ黒になってることが多いし、言うな、言うな、収蔵が、はい、この辺の魚分かりやすいですよね。今日はしゃぶしゃぶと釜は塩焼きやな。あ、いいっすね。もちろんな、大きめにとって。サワラはね、こんなこっからこうやって、こうやってこっちもこうやって、こういうカットで。そうなんですよ、わざわざエラとか取らないんですね。さすがに限界やな、このここでの。そうですね、確かに。あの、みんなはまな板でやってな、俺やから危なくないだけやけど。しかしこれがビートフィッシュや。今日食いまくってたビートや、これ。そんなとこまでおるんすね。ほら、うわ、ほんまや、これ片口の幼魚みたいな、ね、なんなのこれ。違う、これちょっとちゃうっすよね。ちょっといただきます。はい、こんな感じ。はい、こんな感じです。
どう？めっちゃ綺麗です、まだ。メガポリやからな。ほんまっすね。でーん。つぶらっすね、目。かわいい。あ、ちょっと。あ、そういうこと。これ一旦あれなんで閉じて、まあ、また引いたら新品。すごい。洗わずしてテーブルがいつも新品みたいな感じやな。楽や。そしてこっからしっかり拭いてあげる。この基本ね。基本。まな板もここで拭いてあげる。基本。基本中の基本。中も拭いてあげる。基本。これ煮付けとかにしない場合はさ、これここ血合いな、こう包丁入れてゴシゴシしやんでいいから。みんなしてるやん。でも三枚おろしすんのやったら後でそこ取ったりだけやから、このまま煮付けたい時とかは取んの。みんなそれ分かってないやろ。これ取るの無駄やから、後で取ったりやから。いや、それ気になってたんですよね。よっしゃ、じゃあとりあえず煮枚おろししちゃおうか。よし、じゃあ終わります。バチンバチンやわ。ふえー、サワラはな、ほんま力入れんとスーって引くだけ。ほんまやったらちょっと柳でやりたいぐらいやけど、なんでか知らんけど柳でやってないね、今。力抜いてスーって。よし、これで真ん中の上までいった。で、ひっくり返す。ピッチーズのみんなもうみんな知ってるでしょ。山を越える。山を越えた後は当たり前のように山を下る。いや、最近になってね、うん、結構さばき系の YouTube やってる人たちが、はい、この山を登る下るを言い出したなって思ってます。嘘やろ、はい、やめろや。これでもほんまに言ってたんって、僕の中では釣り船さんだけやったんですよね。そうやろ、はい、やめろや。誰とは言いませんけど最近言ってはる人います。へえ、嬉しいね。いや、でもそうですよね。で、サワラはここ持ったら割れないから、めっちゃ割れやすい魚やん。ちゃんと締めてなかったら余計割れんやん。鬼締めやったらまあまあ割りにくいけど、でもやっぱりここを持たない。どんな魚でも釜を持ったらこの身全体に負担はいかへん。こうふっほぉ、きれい。こんな感じ。うわぁ、これマジで綺麗ですね。うん、ほぉ、うまそう。これみんな見えでな、魚ってのはこっからおもろいねんけど、はい、やわ。最高な釣りして最高に締めれて最高にさばけた時にそこに酒があるって、これ以上の幸せないんじゃない。そうっすね、ありがとう。ああそうそう、そしてこのあのあれや、炭酸がまだ落ち着いてない時に口を近づけるやん か、はい、かその炭酸がさ、ふわーって口の周りとか鼻に当たんねん。パパパパパーンって。これやね。勉強になります。ほんでな、魚ってさ、水洗いシャーとこっちから拭くやん、頭から。ああ、そうですね。これ基本やねん。はい。鱗がこうなってるから、こっちから拭くと、魚に優しい。こっちから拭くと、まあ、魚にちょっと逆らってる。うん、さらに、こっちから拭いたら、もう一個危ないのは、ヒレが全部後ろに向いてるから。うん、うん。あ、開けたって。はい。ちょっと待ってね。どうぞ。今日はね、今から100人来るんで。これ度に100人来るんで。そうっすね。ほんで、これ、前からこうやって拭いたら、さっき言ったようにダメージが少ないで、後ろから拭いたらダメージがあるのと、もう一個はこのヒレが全部後ろに向いてるやんか。だからこっちから拭いたら刺さっちゃうわけよ。刺さっちゃう魚がいっぱいあるから、だから極力前から拭いてあげる。じゃあ危なくもないし綺麗に拭ける。で、こっからもう一個やねんけど、身になるやんか。こういうところ拭きたいやん。これ前から拭いたら身割れんねん。これは身になったら後ろからやる。そうなんすね。見たわかる、ほら矢印になってるやろ。ああ、はい、あ、ほんまっすね。もう教えてくれてるから、この矢印の方向に吹いてあげる。はあ、じゃあ魚は負荷がかからない身に、こっち行ったら割れちゃう方にも、あ、持ってかれん。なるほど。うん、だからこう、うん、はい、勉強になります。バチバチや。めっちゃ綺麗ですよ、ほんまに。泳いどった魚なんていうぐらい。なこれもう行くで続く。はいはい、すいません、はいはい、じゃあこれ釜、はい、釜はな、これぐらい食べたいな。あー、いいですね。
たまらんす。完璧やな。ねえ、これをみんなに持って帰ってほしいよな。そうっすね。幸せやな。酒が進みますね。こっちも落としちゃいます、はい、もうここで、はい、これも焼いちゃおう。こちらね、うん、はい、こっちもさばいて全部しゃべりましょうか。そうですね、100人いきますし。そうやな。あと何、あと90 力抜いて、引く力で、うん、これ押したかん、引く力。なるほど、みんなこうやってるから。ああ、確かにそういうイメージ。こうね、こっちに力入れる。みんな勝手に入る。で、常にこういうの吹きながら、これがまたこう匂いの元とかになるからね。こういうのね、うん、やばい、強いな、鬼締め。こいつまだ反発してくる。バツンバツンすか。うん、やっぱただでさえさっきね、店長言った通りで、もう身割れしやすい魚のイメージがすごい、うん、強いんで。あ、ちょっと失敗した。サワラはな、骨柔らかいから、基本的に、あ、ちょっと失敗したなと思って、もう修正しちゃうんでいいから。あ、そうなの。もうそのままいって、後で修正できるから。はい。で、これもう一個ワンポイントアドバイス、はい、これ、さばいてこの身だけ持ち上げようとしたら割れやすい、はい、これを包丁を使って一番下の骨の部分に入れない、うん、で、骨で持ち上げてあげる、こうやって。ほー、で、骨を外す。なるほど。こんな負担がないから、これ、綺麗でしょ。あ、綺麗。で、今言ってた、あ、ちょっとミスだなって言ってた、無視してそのまま行くって言ったの、これ。あ、これですね、はい。これは後で取れるから、取り方も教えます。はい。これはまた後ろからこう拭いたら綺麗になって、うわ、これはもう今日はええな。こうやったら畳んで捨てれるから。これはね、もうね、めんどくさいからね、もうここで壊っちゃう。なるほど、ラップしてあるからいけるんすね。いける、一気に洗った通り。刺身も食いたいもんな。いや、食いたいですね。ブリンブリンやで、マジでバッチンバチンや。そんなサワラ出会ったことないですよ。俺もなかなかこんなん食われへん。一番にないからな。だからタチウオとサワラは釣り人の特権やと思って、もう頑張って締めるべし。要はさ、水槽で泳いでんのを見たことがない魚、うんうんうん、これは釣り人の特権。要は泳がして魚が持つことができへん魚ってことで、網にかかった瞬間死んでしまうとか、そういう弱い魚種というか、そういうのはなかなかこう生け締めとか食われへんから、釣り人は余計にそういう風に持って帰ったら食べたことない鮮度で食べる。で、これこういう骨残ったらさ、みんなこうやるやん。ああ、そうですね、イメージ的にそうっすね。こうやって割れんねん。ほう、開かれて。だからこっちから手添えてあげんねん。で、こうやるねん。へえ、ま、これすごいっすよ。これも押したら割れるからさ、できるだけスライドさせる、こうやって。こうやってこう、そら、ほら、おお、なるほど。よいしょ、ほら、これで綺麗に。こういうリカバリー能力みたいなのはやっぱり我々ピチーズは大好物ですね。まあ、本数やってる私が教えますんで。そう、間違いないですね。こっちも釜、で、釜取ったら、こっから腹をすくと。そうか、サワラの場合だったら腹すくときに一緒にこの血合いというかあれが取れるんですね、腎臓。うん、うん、めっちゃ綺麗に取れます。で、これも赤だしとかに入れたりしては切るやんか。はい、こうやって取れるから、ガリガリって。おか、めんどくさかったこれ。あ、ほとんどです。もうこれで終わり。おー、これであのゴシゴシしちゃうんで。うますね。ゴシゴシの意味はあんまりないな。刺身やな、炙りか。あー、そっか、炙りですよ。そのまま食いたい。あー、よく言った両方。しゃ、あぬ、あ、ちょ、無理や無理やから。ほんだら腹炙りな。で、こっから骨ないから、骨ここまでやから、
基本的に魚ってここ分かるかな、ここお尻の穴って、あー、はい、この繊維の角度あるやん、お尻の穴の繊維の角度あるやん、はい、で骨終わり、へえ、あれこれここやん、お尻の穴、はい、お尻の穴のこの繊維の角度、はい、ここで骨を終わる、ほら、あーほんまや、これがラスト、ほんまっすね、でこっからない、だからこっからやったらそのまま切っても骨がない、うん、焼き魚とかなる、ここまでだけだから割るとか、だから全部割ったら細なっていくん、そうですね、だからいつもここだけとかやってんの、ワンポイントアドバイス、お腹の方を炙った方が脂が乗ってて炙りが美味しくなるから、炙りじゃない刺身の方は皮引いてな、刺身の方は背の方がいいから、ここだけ使う場合はっていうことは、このまま落とすんではなくて炙りたい腹だけまずこうしようか、なるほど、すごいっすね、取るで、これ骨取る、はい、で、炙りたい腹、これで置いとく、で、こっち、こっちは皮引いて食べたいから、こうやって、なんでこうやったかって言ったら、こっから引きやすいから、あ、なるほど、そのままあれ、これ最初から一発で決めたらさ、この無駄な部分がなくて済んだよ、そうっすね、ごめん、さわるちゃんすまん、1ミリも無駄にしたくない、ほい、おお、なんかそのまな板にコロンって乗った瞬間にブリブリさが、やばいやばいっすね、ちょっと待って、一回味見していい、ああね、そうっすね、あの硬さが分からん、うんうん、やばかった、 OK、 甘っ、甘いんすね、身切ってる音やばいっすもんねなんかバレバレバルンバルンアメシャみたいな、いや、それほんまにアメシャみたいな、バルン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 、これはたまらんすよ、きれい、さっきこれいこう、冷やしときたいから、あ、ペンタルってかいい、高いとこからね、今さっとやりましたけど、すごいですね、塩めっちゃ均等に振られてる、こういうのちょっと見た方がいいですね、みんな、職人がさ、はい、こうやってるやん、塩、はい、握って、そうやってますね、やってる、はい、俺それぐらい40年やってきてるから、これすごいですねこの穴が優秀なんや、あーね、そうですね、反り町隆もびっくりやろ、竹の内隆も喜んでるわ怖い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 、お家でやるときは気をつけてください、冷やしておきます、ありがとうございます、ちょっと冷やしておこう、目よし、じゃあどんどん行くで、もう時間ないから、あー、そうですね、もうみんな待ってるから、そんなこと誰も来てないですけどね父ちゃん来るからさ、ここ父ちゃん食い出そうやな、置いとこうか、あー、父ちゃんにちゃんとね、こうな、うわぁ、これ置いとこう、これ父ちゃんの分だで、一枚どこやな、こっちで行こう、あー、それがいいっすね、じゃあ切っていきます、もうさささっといくで、しゃぶしゃぶ言わな、最初は断面がちょっとあれやけど、ちょっとずつ斜めにしてって帳尻合わせていくわ、 OK です、そうそう、そういうところですよね、勉強なの、やば、すげえ、すげえ、マジですげえ、やば、やばい、光ってんぞ、ジュース、見て、見て、やばい、やばい、マジでやばい、いや、きれい、すね、これ浮舟増田さんに写真送らなあかんな、はい、うまっすね、
やばいやばいやばい、これやばい、これほんまにやばい。これ1枚6000円いくんじゃん。もっといくでしょこれ。普通食えないっすよ。やばいっす、やばい、いやマジでやばい、やば。これだって普通やったらもう身割れまくってバラバラなるじゃないですか。うん、バチバチさが伝わってくるっすね。サバシャブとかそのそっち系の域よな、うん、サワラの価値っていうのはなかなかシャブシャブで食べれないというか、血合いの色が綺麗すぎる。ちなみにこれなんでずっとさばいてんのにサイズが変わらんのかって言ったら、どんどん斜めにしてってんの。ずっとこの角度でいったら短くなっていくよ、はい、それをどん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 斜めにしてって斜めにしていくね。ほんなら高さも長さも変わらん。おー、こういうのもやっぱりねほんまに難しいですもんね。感覚でな、覚えるしかないけど。これやばいね、引きの写真ってかやばいっす。美しすぎます。今日はね、美しい女性が何人もね、来ますんで、うちに。あと90何人でしたっけ、うん、その美しい女性に1枚でも多く食べてもらうために。そうですね、うん、さすがっすね。これこうやって持ち上げて、うん、挟んで、これね、きれい。うわ、やっぱこの辺から見たらやばいな。やばいっす、やばいっす。これはごまですね。血合いのところにごま切れか。あ、このラインの。はい。いやちょっとやばいです。ほんまに切れ。なるほど、そこは縦のラインで。はい、できました。うわ、きれ。浮船さんで釣れた、船長が釣っただけのサワラしゃぶしゃぶでございます。じゃあ今日はこれとこの刺身、これ今から食べてきますんで、動画この辺で終わりだと思います。こっからはプライベートなんで。それではまた皆さん、地球のどこかでお会いしましょう。じゃあ。すごいな、マジで。これが鬼締め。原点回帰、今回の動画テーマ。これ鬼うまきりやな、これ。地球